皆さんこんにちはモータージャーナリストの竹岡圭です、えー、本日はですね新型ホンダフィットをご紹介しようと思います コンパクトカーっていう部類にねこのフィット入るんですけれどもコンパクトカーって一口に言っても今はねいろんなこう皆さん考え方で作ってるんですよねその中でフィットっていうのはもう初代が登場した時からこんなに小さいんだけれども中は広いよっていうのをね、えー、非常にアピールして出てきてる1台なんですで今回新型4世代目になったんですけれどもなんとなく 可愛くないで何か,か親しみを持てる顔になったと思うんですけれどもなんか全体的なイメージとしては例えば柴犬なんかこうペットのようにね愛せるような愛くるしいそういった一台に仕上げてあるんです。で 今回そのね4世代目のフィットの中でも実は5パターンあるんですねでよく5パターンとか言うとあグレード違いでね高いのから安いのまででしょっと思われちゃうと思うんですけどそうではありません、えー、今回ライフスタイルによってですね、えー、5種類、えー、登場したんですね、えー、ホーム、えー、そしてリュックス、えー、ベーシック、そしてクロスターでこれがメスです あれネスって何って思うかもしれないんですけれどもフィットネスの「ネスだって考えていただけると一番この車の性格が分かりやすいかなと思います。 ネスの、まあ、最大の特徴というとパッと目に入るのはこのライムグリーンの差し色だと思うんですけれどもこれはですねネスに用用意された専用の差し色なんですね今回フィットって全部で25の、ね、カラーバリエーションがありましてでそのうちのこの5がネス専用となっているんですちょっとパッと見奇抜かなと思うと思うんですけど最近のねスポーツウェアちょっと想像してください。 こう主張のある色をポイントポイントで使ってますよね。で、それが非常にこう、おしゃれで。まあ、なんて言えばいいかな。すごいアクティブだったり、躍動感だったり、要はヘルシースポーツライフみたいなね。そういったこうイメージで作られてるんだなっていうのが。パッと見で伝わってくるんで、これはこれでいいと思います。いや、これね、中に入って最初びっくりしたのが。なんて言ったって、明るい。すごく前が開けてるんですよ。 このねピラーも細いしこの三角窓も結構大きいしでね私の位置からだとこれワイパーもうまく多分ね、えー、下に隠れて見えないので邪魔なものがないんですよね本当にサンルームにいるみたいにね明るいなと思うんですけどその明るい空間の中にこれ外装色と同じく差し色が使われてるこのシートインテリアがねすごくマッチしてると思いますさらにこれね 撥水タイプなんですよやっぱりロングドライブするとちょっと飲み物飲んだりとかいろいろあるじゃないですかまあ、万が一こぼしてしまっても撥水なのでね拭けばお手入れ簡単ということで、まあ、こういうとこもライトな感じでいいですよね。でこの生地感もここもねソフトパッドここもそうなんですよ。なんかこう見た目スポーツウェアっぽい生地なのでこの「ネスっていうねキーワードにすごくマッチしてるなっていうふうに思いました。 でさらに機能もものすごく充実していてこのエアコンはですねプラズマクラスター機能が搭載されてるんですよね。でこうインパネ見てもねこれ液晶メーターなんですけれどもメーターフードがないんですよねここ。だからすごくねフラットですっきり感があるんだと思います。で全体的にこれ水平気象なのでもちろん広々感あるんですけれどもまあその中にこういったねアッパーボックスだったりグローブボックスだったりこういうところにケースがあったりとかあと こう USB のジャックとか工夫されてますよねでここありますよねこのいわゆるセンターコンソールの部分なんですけど今これ何も付いてませんであの私なんかはまああの ハンドバッグね持って乗ることが多いので、えー、まあ助手席に置いたり普段はしてますけど、まあ、ここに小さいの置くこともできますしこれアタッチメントで、ね、いろいろつけられるんですよだからアームレストが欲しいなっていう方はアームレストのオプションなんかも用意されてますしスマホホルダーもあったりしますし、まあ、自分のライフスタイルに合わせて、ね、いろいろ作り上げられる、えー、そういったところがまた、えー、今回。 まあ、ペットのように愛せる寄り添う感じのね、えー、フィット、その中でもスポーティーなねっていうイメージに合ってるのかなと思います。いやフィットって昔から後部座席広いんですけど、今回ね。座り心地がすごい。良くなりましたね。ちゃんとクッションもあって、うんちゃんとしたシートに座ってるなっていう感じがします。背もたれもこうちょっと寝た感じになったし、なんかのびのびくつろげるかな。このクラスでこのくつろぎ感はやっぱり結構なものですよ。 コンパクトなサイズなのにものすごくスペースが取れてるっていうのはやっぱりフィットの大きな特徴でさらにこの開口部のね特にこの下の部分が広くなったんで、えー、積み下ろしがよりしやすくなったんですねそしてアンダーボックスも結構な広さが取れてます。でさらにさらに積みたい場合はこの椅子を前倒しすればもう ちょっっと引っ越しもできるかなぐらいのね、えー、フラットなスペース作れますしで助手席の背もたれをこっち側に倒すとサーフボードが乗るぐらいのスペースも取れますし後部座席の座面を。 跳ね上げることができるんですこれホンダ車だけの特徴ですと何がいいかっていうとここの高さよりリアシートの足元のが低いですよねより背の高いものが詰めちゃうんですまあ、観葉植物とかねパッと浮かびますけど小さい子だったら立ってお着替えさせることもできると思います さてパワートレインですけれども今回エンジンは1.3リッターのガソリンそれと1.5リッターのハイブリッドがあります。ですき今日私が今から乗るのはガソリンモデルなんですけれどもなんと燃費がですね19.6ですっていやーもうそれだけ言ってしまうとですね12分に燃費って言っていいですよね。 はいろいろ進化ポイントがあるフィットですけれどもじゃあ走ったらどうなのかなっていうのでちょっとお出かけしてみたいと思いますエンジンジかけます。